今回は、原神。神格のへそをナーフしました。崩壊。エチエチキャラ実装。なぜなのか、に対する変態紳士旅人たちの反応集を見ていきましょう。原神、神格のへそをナーフしました。スタレ、へそナーフなんてしませんよ。個性大事。サード、へそ？なんならマンスジあります。学園、マンスジか、それもたくさんあるけど、うちは強化素材透明なティーバッグだよ。なぜなのか。崩壊って名前が付くとまず理性が6割崩壊して、過去の作品になるにつれて徐々に理性崩壊が加速してる説。理性、崩壊学園。ってこと？透明なティーバッグっていうか、ティーバッグで隠れる部分だけ布地の透明パンツっていうか、そもそもなんで透明？需要あると思うので言っておきますね。崩壊学園です。なんじゃそりゃー、対象年齢の差？性癖全開の？人類ねえ。学園はマジでヤバい。なんでそれ審査通ったが最低月1で来る？原神くんはたまにエウルアの太ももみたいなやべえフェキシズム見せてくるから好きよ。なぜかって？ホヨバースは一枚岩じゃないってことだよ。アヤカのパンツナーフ、ロサリアの胸ナーフ、リオセスリのケツナーフ、どれも許されることじゃない。公爵はナーフじゃなくて、椅子が分厚くなっただけだと思う。崩壊とつくシリーズは力の入り具合がすごい。最近出たセルマもなかなかいい。マジで PC 買ったらサードやろ。原神が下手に人気出ちゃったから。同じ対象年齢12歳以上で 3D モデルのスノーブレイクはビーフアップしてすごいことになってるし、内部にトリコレ系の人がいるんだろうね。原神はあまりにも知名度を稼ぎすぎた。デルクイは当局やフェミニストに撃たれてしまう。原神は今や小学生の女の子でも遊ぶゲームになってしまったんだ。原神クラスだとお国のお偉いさんの子供とかもやってそうだしな。最新の注意を払ってそう。いかがでしたか？このチャンネルでは原神反応集を中心に夕方5時半、最近は不定期に投稿予定ですので、よかったら高評価やコメントしてくれるとうつ主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。